けど、失踪した学者がどこに行ったか知ってるか？グラマパラのことか。そうだな。何日か前に晩ご飯を食べてた時、彼らのうちの一人が道端でキノコや木の根を食べるとか言い出すのを見たがね。もちろん軽い気持ちで口に入れていいものじゃない。他に何かなかったか？他はもうないと思う。すまないね。村で失踪した学者たちを見なかったか？なんて迫力のある目力。あなたとっても喧嘩が強い系の人でしょう。話をそらすな。そうだったね。グラマー、いや教学者か。最後にあの人たちを見たのは5日くらい前だったかも。私寝るのが早くて夜のことはほとんど知らないんだよね。でもあの人たちのことは結構好きだよ。精神状態はちょっと変かもしれないけど、前に助けてくれたことがあるから。あの人たちがいなかったら私の家も崩れてたかもしれない。お前もおじいちゃんたちがいい人だって考えてるのか？おじいちゃん？あれ、伊沢ちゃんじゃん。それって亡くなったおじいちゃんによく似てるあのお年寄りのことだよね。実は家を守ってくれたのその人なんだ。この目でちゃんと見てたから間違いないよ。あの日私ん家の近くにあの人がいて、地面を触りながら何かをしてた。今思い返してみても本当不思議だな。誰かにああいうのを教わったのかな。何はともあれ、ずっとあの人や他の人たちの心の中で他人を守るようにって教えてきた人に感謝してる。だってもし私があんな風におかしくなったとしても、きっとああはできないから。そっか、教えてくれてありがとう。ジェバーリおじさん、俺のおじいちゃん見なかった？村でずっとぼーっとしてた人なんだけど。お、イザークか。お前のじいちゃんは、そういや長いこと見てないな。前は道端でぼーっとしてるのをよく見たんだ。嫁からは止められてたが、俺の作った料理を食べてみないかって誘ったこともある。わかるだろ、あいつらを怖がる人も少なくない。俺の嫁もそうだ。っていうかまあ、俺の嫁はいつも俺に解消なしって文句を言ってくるんだ。だから俺が何をしたって気に障るのかもな。気にかけてくれてありがとう。なんてことないさ。じいちゃんを探してるのか？まさかどっか行っちまったのか？うん。おいおい、なんてこった。もし見つかったら今度は一緒にうちに来いな。また料理を作ってやるから。俺はお前が幼い頃からずっと面倒を見てきたんだ。ここまで来たら半分家族みたいなもんさ。遠慮はするな。いい人だな。ありがとう、ジェバーリおじさん。今は話すな。イザーク、ちょっとここにいてくれ。俺たちはあっちだ。足音を立てるなよ。あいつらが何の話をしているのか聞こう。聞いたか？俺たちの信じる偉大なる主、スカーレットキング様がもうすぐ復活するらしい。もちろんさ、スカーレットキング様はこの土地の主だ。俺は一回も他の神なんかを信用したことはないね。だが、もうすぐ復活するとは聞くが、暮らしには何の変化もない。何か根拠でもあるのか？あんた気づいてないのか？村に送られてきた狂人が普段よりも多かっただろう。デリワーから聞いたんだけどな、スカーレットキング文明が崩壊する直前、地上には狂気に陥った人々が大勢現れたらしい。理由はわからないが、狂気はいつもスカーレットキング様と関係があった。あの狂った学者たちがいなくなったのも、もしかしたらスカーレットキング様と関連してるんじゃないか。
俺が思うに、あいつらはスカーレットキング様復活の生贄になったに違いない。そう言われると確かにそんな感じがしてきたな。そりゃつまり俺たちもいい暮らしができるようになるってことか。当たり前よ。今に見てろよシティの奴ら。今の話最初から詳しく教えてもらおうか。ウギ、誰だ、どこから現れた。聞こえなかったか。俺はさほど辛抱強くないんだ。おい、こいつめちゃくちゃ怖いぞ。いつでも俺たちをやれるみたいなオーラだ。こいつとやるのはよそ、勝てるはずがない。すいません。その何を聞きたいので。スカーレットキングの復活、これはどういうことだ。そのこっちも人から聞いた話ですけど、ある日酒を飲んでたら誰かがこういう噂を流してたんです。狂人は消え、スカーレットキングが復活し、再びこの地に君臨する。別に作り話じゃないっすよ。早く全部言えって。本当に本当なんですって。砂漠の民は前から狂霊院の奴らにはうんざりしてるんす。狂った奴らをこっちに送ってくるでしょ。俺たちだっていい暮らしができないし、もしあんただったらこんな生活を受け入れられます。過激派はこのことを聞いて俺よりも喜んでましたよ。みんなスカーレットキング様が早く帰ってくることを願ってます。デリワーはスカーレットキング様が復活すれば防砂壁の方の土地が攻め落とされるのも時間の問題だって言ってました。スカーレットキング様の下で先行を立てようとみんなやる気満々っす。そうか。おい、まだ聞きたいみたいだぞ。もっと言った方がいい。おう。実は俺も酒の席の話なんか信じられないと思ってたんすよ。でも最近ここに来てた驚愕者が大勢失踪したでしょ。噂と完全に一致するんですよ。俺がその噂について話してたからって手を出すのはおかしいっしょ。だってそれじゃこの地にいる人間はみんな有罪ってことになります。みんな俺と同罪だ。ここの人はみんなスカーレットキングを支持してて送信を嫌ってるのか。お前の言った過激派の者はどこにいる。ここ数日は見てませんけど、多分村にはいないと思いますよ。なあ、あんたは見たか。いや、俺たちは嘘なんかついたことがない。本当にここにはいないんだ。聞いたところ、過激派はお前たちとあまり仲が深いわけではないようだな。もちろん、名前を知ってるってだけだ。いいか、お前らの口を閉ざす方法ならたくさんある。無論垂れ込みをさせないようにする力もな。おとなしく家に戻り、また互いに連絡を取ろうなどとは決して考えるなよ。この件の調査が完全に終わるまでは軽率な行動を取るな。さもなければキャンディスですらお前たちを守れないだろう。わかりました。しかと心に刻んどきます。さっきはびっくりしたぞ。セノってすっごく怖いんだな。ふん。全く否定しないな。すごく慣れてるぞ。いろんな人に言われてきたんじゃないか。聞こえてるぞ。ごめん。マハマトラの仕事と責務とはこういうものだ。さっきの噂は手がかりの一つになるだろう。だがまだ多くの場所に行く必要がある。いいだろう。いるよ。お前の祖父の家はどこだ。俺が案内するよ。みんなついてきて。おじいちゃんはいつも一人で
たまにぼーっと空を見てたり、指で地面をいじったりしてたんだ。たまに大声で叫び出したりするから、みんなおじいちゃんを怖がってた。でも俺はいい人だって知ってる。俺の本当のおじいちゃんみたいな存在なんだ。ここがおじいちゃんが普段住んでる場所だよ。なんか寂しい場所だな。いや、ここ？あ、もしかしてあの匂いか？大丈夫か？頭がクラクラしてないか？具合はどうなんだ？俺にすらわからない匂いがわかるのか？前にもこれと同じようなお香の匂いを嗅いでこいつ気絶したんだ。その後ティナリに助けられて長い特訓をしたんだけど。お前たちはティナリを知ってるのか？え？お前も知ってるのか？友達か？ああ、精神を集中させると確かに香の匂いがするな。もしかしてお前もティナリのところで特訓したのか？いや、その必要はない。前にティナリの家でこの匂いを嗅いだのか？森、学者。何を探してるんだ？あった、これを見ろ。おい、何も見えないぞ。かすかな痕跡だ。砂でほとんど隠れているが、足跡だよ。おそらく成人男性の足跡だろう。この模様、この辺りでよく見かける靴のようだ。ということは村人だな。匂いもとても薄くなっているが、まだ残ってる。この足跡は外に向かってるな。でも一体誰がおじいちゃんを探してるの？友達はいなかったと思うんだけど。それは香を使ってお前の祖父を誘い出した者に直接聞くしかないだろう。え、匂いなんかで人を連れ出せるのか？美味しい食べ物が好きで何が悪いんだよ。みんな自分の好きなものがあるだろ。ああ、そして学者はほとんどが香の匂いを好む。噂ではこういう香りは心を落ち着かせ、知識の探求を助けてくれるらしい。この匂いに釣られたということは、たとえ狂気に陥っていてもなお知識を探求していた歳月を懐かしむくらいはできるんだろう。おじいちゃん、そんな弱点を利用するなんて。でもこんなことして犯人にどんなメリットがあるんだよ。噂は本当だったってことか？狂った人をわざわざ連れていくなんて。あの過激派と何か関係があったりしてな。可能性は少なくないだろう。おじいちゃんを助けて。悪いことなんて絶対してないんだ。お願いだから助けてあげて。こうなったら連れ戻しに行こうぜ。安心しろ、イザーク。悪い奴らはオイラたちがやっつけるからな。まずはアール村に戻って関係する奴らに報告してやってから人探しに行こう。そうですね。やっぱり色の濃い服の方が綺麗です。私も欲しいですね。戻ってきたぞ、キャンディス。新しい報告があるんだ。お帰りなさい。あんたらもう仲良くなったのかよ。デシアもいたのか。それで順調なのか？ああ。ん？アルハイゼンは一緒じゃないのか？オイラたちも全然見かけなかったぞ。うん、村の入り口であいつを見たから
てっきりあんたたちと一緒に行動してるもんだと。まさか単独で調査してるのか。それで収穫はあったのですか。なるほど。誰かがあるお香を使ってR村に追放されていた学者を連れ去った。スカーレットキングの復活？そんなこと私は聞いたこともないけど、あんたたちが言ったお香だが、私が知る限りあれは防砂壁の向こう側だけで流行してるやつだ。お香は普通学者の愛用品なんだが、この近くにまともな学者なんてほとんどいないからな。いい値段じゃ売れないのさ。しかもお香はすごく綿密な製法じゃないと作れない。難しくて大変なのに儲からないような仕事、砂漠じゃ誰もやらねえよ。だからこの件はきっと防砂壁の内部からの指示を得てるんだと思うぜ。理にかなっているな。じゃあオイラたちはどうすればいいんだ。教練院の近くに行って手がかりを探すか。いつもならそういう展開になるかもしれないが、今日は私がいる。あんたたち得したな。さっきこの情報をあんたたちに告げたやつは、酒場でその噂を聞いたんだって言ったな。実は私も酒場で飲むのが好きで、過激派についてはまあまあ知ってるんだ。確か過激派の代表はデリワーっていうやつだ。丸めの肉屋エンギル、アバタズラの大豪盗デリワー、そしてヒゲのシャムシールジェバーリ、結構有名な奴らさ。こいつらの特徴はみんな金に困ってるってとこだ。暮らしがうまくいってねえ奴ほどスカーレットキングを信仰する。奴らにとってスカーレットキング復活は教令院を転覆できる唯一の機会なのさ。スメールをめちゃくちゃにすることでしか、ここの生活を根本的に変えることはできない。奴らはそうやって考えたから、過激派になったんだろ。デシアってすごいな！ここの顔役みたいだ！傭兵の仕事をやっていく上で情報収集は必要不可欠なのさ。酒に費やした金は少しも無駄になってないぜ。なら早速。おっと待て、セノ、あんたはアール村に残れ。なぜ。アール村は小さな村だからな。外から来たものはすごく目立つ。すでにあんたらに関する噂が広まってるんだ。砂漠は環境が劣悪で生活も厳しい。防砂壁の向こう側なんかとは比べ物にならない。そういうところで何かしたいときは人脈に頼らざるを得ないだろ。あんたに比べれば私みたいな傭兵は三流の一兵卒に過ぎないし、戦闘力なんて取るに足らない。だけどこれは時に信頼を得やすいってメリットにもなる。人々に話を聞くとき、あんたがいちゃいろいろと説明しにくい場面が出てくるんだ。わかった。よし、なら決まりだな。旅人とパイモンは私と一緒にキャラバン宿駅に来てくれ。一刻も早く驚愕者たちの行方を突き止めよう。セノは村に残って調査を進めてくれ。うん、行こうぜ。リシアはとても治療に富んでいますから、彼女の言ったことには何かしらの理由があるのでしょう。これも全て問題解決のため。
セノさん、あまりお気になさらないでくださいね。ああ、気にしてない。あら、ずっと遠くを見ているようでしたので、てっきりディシアの言葉を思い出しているのかと思いました。いや、違う。俺はもともとこういう目で見られることは多いんだ。力を恐れるのは至って普通のことだ。気にする必要はない。またここに戻ってきたな。すでによく知ってるみたいだな。いつも防砂壁を見るたびに、なんでこの世にこんな高い壁があるんだろうって思うんだ。なんだか現実的じゃないみたいな。そうだな。私も小さい頃はここを通るたびにあんたと同じ疑問を抱いてたよ。この高い壁は何のために存在してるのか。そもそも風車なんか本当に壁で防げるもんなのか。大人になってから分かったんだ。防砂壁は風車だけじゃなくて私たちみたいなものも阻んでるってことに。スメールは偉大なる賢者たちによって掌握されてる。あいつらにとって砂漠の民なんかはどうでもいい存在で、必要な時にだけいればいい道具に過ぎないのさ。安い労働力、使い勝手のいい家畜、ただそれだけだ。砂漠の子供はたとえアーカーシャ端末を手に入れ知識申請を出しても、そのほとんどが拒絶される。教令員からしたら私たちには資格がないんだろう。セタレみてえな100年に一人の天才は別として、普通の子供には全くチャンスがない。たとえ私たちも同じ人間だと奴らが本心では知っていてもな。そんな。できることならこの手でこの壁をぶち壊したいぜ。おい、ディシア。お前、怖いことをしようとかって考えてないよな。いや、別に思ってないが。ただここを通ったから、それについて話しただけだ。私たちは、ここで情報を探りに来たんじゃないか。そうだな。あいつらを捕まえに。キャラバン宿駅には人が多い。発言には気をつけろ。私たちの目的を知られちゃダメだ。ここに着いた瞬間から行動が始まったと思え。さあ、まずは酒場に行こう。私の知り合いがいるかもしれない。うん、あいにくあいつらはいないみたいだな。え、いないのか？ディシアか？奇遇だな。お前も酒を飲みに来たのか？ザキ、よかった。やっとよく知ってる顔に会えたぜ。あ、どうかしたのか？お、隣にいる二人は外国から来たお客さんかい？お、どうも。俺はザキだ。ディシアの主友って言うべきか？何回か一緒に酒を飲んだことがあるんだ。よく知ってる友人さ。礼儀正しい奴らだろ。こんなに友好的で謙虚な異教人は滅多に見かけないはずだ。そうだな。防砂壁の向こう側の奴らよりよほど好感が持てるよ。それでディシアは人探しでもしてるのか？近頃、エンギルとデリワーとジェバーリを見かけなかったか？ああ、見かけたよ。数日前、ここで一緒に酒を飲んだばかりさ。実は、他国との交流取引が手元にあってな。デリワーたちに手伝ってほしいんだ。どこにいるか知ってるか？そうだったのか。まったくお前はよく考えてるな。デリワーが最近金に困ってるから。助けてやろうってことだろう。これは
あんまり大きな声じゃ言えねえ取引なんだ。みんなキャラバン宿駅で一緒にやってる仲間なんだし、稼げる時は一緒にやるべきだろ。ネリワーたちは体つきもいいし、貨物の護送にはぴったりだからな。ありがとな、ディシア。デリワーは俺の友達でもある。そんないい話があるなら早くあいつのところに連れて行ってやらないとな。ほら、ついてきてくれ。着いたのか？ああ、ここだ。でも誰もいないみたいだが、 あいつらこんなところで何してるんだ？聞くまでもないさ。それはもちろんお前たちのようなカモを待ってたのさ。しまった、待ち伏せだ。ザキ、どういうことだ？おいおい、勘弁してくれよ、ティシア。お前のアール村での言葉が俺たちの耳に届いてないとでも思ったのか？俺たちの仲間はこの異教人が村に入った時から情報を探ってたんだよ。お前がデリュアーを探してることも、お前の仲間に教令員の奴がいることも、お前たちが失踪した驚愕者を調べてることも全部知ってるぜ。どうやら私たちは最初から目をつけられてたみたいだな。そんな、こんなことになるならセノを村に残すんじゃなかった。お前ら一番強いやつを村に残したんだろ。今時商売を出しにして情報調査だなんて、自分が賢いとでも思ってんのか？するとあんたはデリワーの一味ってことか？ディシア、お前みたいな傭兵は外で仕事することもあるから情報を逃すのも無理はない。俺たちのようにいつも酒場にいる連中はお前が思ってる以上に団結してるのさ。ま、お前も一つだけ正しいことを言ってたな。俺たちは確かにスメールがめちゃくちゃになるのを望んでるんだ。何しろ俺たちは誰よりも砂漠の民と教令員の立場が逆転することを願ってるんだからな。デリワーへの印象からして、あいつはきっとこの大きなチャンスを見逃すつもりはないだろうな。正直、もしお前が村でやってたことを知らずに、さっきの防災壁に対する言葉だけを聞いてたら、俺もお前が同志だと信じるところだったぜ。デリワー、それに、エンギル、あんたもいたのか？久しぶりだな、傭兵の姉ちゃん。知ってるはずだ。俺たちスカーレットキング様の支持者は誰よりも裏切り者を嫌う。ディシア、お前は砂漠の民だから、スカーレットキング様が宗神より優れていることを知ってると思ったんだがな。それがまさか俺たちに加わる資格さえなかったとは。あんたたちに加わって何のメリットがある？過激派になって関係もない学者をさらうことに加担しろってか。しかも噂がまだ全く実証されていない段階で。やはり傭兵は信仰心など持ち合わせていないらしい。ただ金で動くだけか。かわいそうに、ネズミと同じだな。ああ、確かに傭兵は金しか見ない。雇い主こそ私が唯一信仰するものだ。利益をくれるなら誰だって私の友人になれるぜ。たわごと。やっちまえ！思ってた通りだったな。旅人、行くぜ！ゴジの炎！超拡散形態、安全距離、突入、吸引テスト。終わりね、撤収。バカな、
お前が、どうして。自分が情報通だとでも思ってたのか、ザキ。さっき、こう言ってたよな。傭兵は外で仕事をする時もあるから、情報を見逃すのも無理はない。きっとあんたに情報を告げた奴は、私のことを、取るに足らない雑魚だとでも言ったんだろう。何せ、そいつが聞いた話は、実際に私の口から出たものだからな。もちろんあんたはそれを信じる。ほとんど酒場にしかいないあんたたちは、私が傭兵であることしか知らず、実際に現場にいる姿は見たことがない。たとえ私たちが魔物退治に行った話を聞いても、きっと主な功績者はキャンディスで、他のものはお飾りだとでも思ってたんだろ？何が狩猟の獅子だ。そんなのハッタリに決まってる。あいつは自分の口で認めたんだ。あれは他の奴に近づくための決まり文句だってな。大方こんな感じか？村に俺たちの仲間がいることを知ってて、わざと偽の情報を流したのか。相変わらず頭が悪いな、ザキ。前に酒を飲んだ時にも思ったが、あんたらみたいに自分を賢いと思ってる奴が、一番かわいそうさ。よし、これで揃ったな。おお、ディシア、お前はアール村にいた時からこのために準備してたのか。準備なしで終わる仕事なんかないさ。私はただあんたたちが外で調査してる間、怪しげな二人を偶然見かけただけだ。でもそいつらを捕まえるんじゃなく、情報を流すために利用するなんて。情報を流した二人は、あくまでも手下に過ぎない。首謀者を暴くには、長い糸を張り巡らす必要がある。村長の家で言った、すごい迫力の名前のことか？確か、丸めの肉屋に、アバタズラの大豪と。あれは全部、酒場で聞いた冗談さ。こいつら、酒を飲むときはいつも自慢話をしてるんだ。だから、自称、丸めの肉屋エンギルに、自称、アバタズラの大豪とデリは、と言った方が正しいな。人には、酔い始めると本音を喋るタイプがいる。エンギルとデリワーはいつも、スカーレットキングが優れてる、みてえなことを口にしてたのさ。ザキはどうなんだ？自分から釣られたただのバカだよ。ザキは奴らの中でも、一番見つかりにくい位置にいたんだ。元の計画では、先にデリワーを見つけてからザキを探す予定だった。さっき村長の家で聞きたかったのはこれか？ジェバーリはあんたたちが声をかけた村人の一人。イザークとその祖父に料理を作るって言ってたやつだよ。あいつも過激派だったのか？いや、あいつは違う。わざと間違った名前を出して、私が過去の印象から推測しているに過ぎないって、あいつらに誤解させようとしたんだ。ディシアって本当にいろんな手段を持ってるんだな。さすが凄腕の傭兵だ。ちょっとしたコツに過ぎないさ。それで言ってたことは全部本当なのか？ん？どれのことだ？傭兵はお金しか見てなくて、利益さえあれば友達になれるって。気になるのか？どうして？リシアも他の砂漠の民みたいに送信が嫌いなのか？あんたたちは本当に鋭いな。だが私は何も他の砂漠の民のように送信を嫌っているわけじゃない。私はドニアザードお嬢様からクラクサナリデビについていろいろといい話を聞いてる。お嬢様の敬虔な感謝の気持ちを、私はこの目で見てきた。
お嬢様はただの一般人に過ぎない。そんな一般人のために何度も行動するなんて、本当に人を愛する心がなくちゃできないだろうさ。それに最近起こってるいろんなことを見て、全ての元凶は教令院の賢者だと思うようになった。過激派がスカーレット・キングを盲信して送信を敵視するのだって、単に惑わされてるだけだろ。あいつらのように悪さを何もしてない奴に矛先を向けるようなことはできない。私はまだ正気だからな。ディシア。さて、ここでの件はこれで終わりだ。旅人、ちょっと手を貸してくれるか？こいつらを縛って村まで連れて行こう。襲ってきた連中はこれで全部だ。あとはあんたに任せるぜ。わかりました。終わり次第お伝えいたします。キャンディス、手伝いはいるか？キャンディスなら問題ないさ。信じて待てばいい。それにこいつは長年アール村を守ってきたんだ。犯人を尋問するのにこれほどふさわしい奴はいねえよ。私が結論を得るまで皆さんはどうぞ近くでお暇つぶしでも。旅人、明日の朝またここで集合しよう。こいつら明日まで生きてられるといいんだがな。キャンディスはこういう奴らの扱いがうまいんだ。いい知らせを期待しようぜ。時間ぴったりだな。もうじき終わるはずだ。前から聞きたかったんだけど、リシアってキャンディスをよく知ってるよな。昔からの友達なのか？だいぶ長い付き合いだ。キャンディスはすごく面白いやつで、戦闘にも長けてる。強大な力を持ってはいるが、他者をたばかるような真似は決してしない。オイラ知ってるぜ。こういうのリーユエでは五徳があるって言うんだ。ああ、確かにそうとも言えるな。強い信念があるからこそキャンディスみたいなひたむきに責務を貫くやつになれるんだろう。毎日をただ生きてるだけの私たち傭兵とは全く違う。オイラはディシアもいいと思うぞ。そうか、ありがとな。ずいぶん早いな。ああ、昨日も来てちょっと手伝ったんだ。手伝い？何をやったんだ？拷問の手法を少しばかり共有した。それってキャンディスにどうやって拷問するか教えたってことか？そうだ。皆さんお入りください。部屋に入ろう。キャンディス、オイラたち、って、うわ、なんかすごく怒ってるみたいだぞ。おや、隠しきれていませんでしたか？知ってるか、殺意ってのは目を隠しても口元から漏れ出すものなんだぜ。私もまだまだ修行が足りませんね。しかし私が怒るのも当然のことです。皆さんなら分かってくださいますよね？分かってる。もうぶたないでくれ。死んじまう。セノの教えが良かったみたいだな。自分は死を恐れるのに平気で他人を危ない状況にさらしたというのですか？滑稽ですね。あなたたちの言う驚愕者はアール村ではグラマパラと呼ばれています。彼らはアール村の一部であり、家族のように思っている者もいる。その重要な村人をあなたたちは道具として利用した。私はあなたたちをどうすればいいのかしら。おやめください。どうかご慈悲を。
自業自得だな。同じ砂漠の民ではありますが、私はあなたたちよりもこの道理を知っています。スカーレットキングの復活は戦争をもたらすのみであると。戦争を好む者だの誰もいません。本当の神が誰で、全てを仕切っているのが誰か、そんなことここに住む者たちは気にしていません。たとえ辛くとも苦しくとも、私たちは今の生活を維持したいと思っているだけ。戦争は人々から全てを奪い去ります。そしてそれは到底背負いきれない責任となってあなたたちに覆いかぶさる。ええ、わかりました。申し訳ございません。知っていることを全て話します。どうかお許しを。言いなさい。信じていただけないかもしれませんが、それでも言わせてください。俺たちは決して自発的にこれをやろうとしたわけじゃありません。酒場で噂を流し、スカーレットキング様が復活することを俺たちに告げた者が確かにいたんです。その謎の人物は、驚愕者がスカーレットキング様復活の最適な生贄であると言いました。彼らの命を使えば我々の願いが実現できると。彼らのことはグラマパラと呼べ。二度と間違った呼び名を聞かせるな。はい。その謎の人物は俺たちにスカーレットキング様復活の知らせを流し、手伝うよう言ってきたんです。見返りとしてスカーレットキング様の復活を約束すると。わかりません。一。え、どういう意味で。俺の忍耐がすり減った数だ。三つ数えたらお前を殺す。お待ちよ。嘘はついていません。本当に知らないんです。あれは彼が。二。彼が俺たちに毎晩お香であの人たちを誘い出すよう言ってきたんです。そして村を出たら決まった地点で引き渡す。そうすれば謎の人物が彼らを連れ去るって。本当です。全部本当なんです。どうか信じてください。もちろん他の二人に聞いてくださってもいい。確かに本音のようだ。旅人、続けていい。信じてください。もしそいつを知ってるなら、さっきの時点でとっくに話してました。こんなリスクを背負ってまで隠すつもりはもうとうありません。そいつはいつもマントを羽織っていて、顔も厳重に隠していて、それからスカーレットキングの使者を名乗ってました。みんな、私に一つ推測がある。アンプおじさん、それはどのような。お見事。続けろ。その謎の人物、もしかすると教令院のものかもしれない。昔教令院の人がここに住むグラマパラたちを連れて行こうとしたことがあるんだ。その時はグラマパラも村の一員であることを理由に断った。でも今思い出してみると、さっき出てきた謎の人物と目的が似ているんだ。そう言われてみれば、確かに教令員のやつが偽の情報を流し、過激派を騙してグラマパラを連れ出そうとしてるのかもな。自分勝手に人をこっちに送り込んで、また連れ戻そうだなんて、あいつらの好きにさせるもんかってんだ。また教令員か。やっぱりか。でもあいつらは一体何のためにグラマパラを連れて行こうとしてるんだ。教令員は昔から人を道具としてしか見ていない。動きにこういう変化があったのは、彼らに何らかの用途を見出したからだろうな。とにかく今はグラマパラたちを探し出すのが最優先だ。そうですね。イザークも知らせを待っているでしょうし。そろそろ行こう。
村を出て手がかりを探すぞ。ああ、少し片付けをしてから出発しよう。よし、キャンディスは残ってこの過激派たちの処理をしてくれ。村の外のことは私たちに任せろ。はい、わかりました。じゃあ後でここに集合しようぜ。強霊院、一体何を企んでいる。心配そうな顔だな。グラマパラたちのことを考えてるのか。ええ、できることなら直接探しに行きたい。私にとっては彼らも大切な仲間で、村の一員ですから。相変わらずここに強い貴族意識を持ってるんだな。私はダメだ。傭兵なんざどこ行っても野良犬と同じさ。そんなこと言わないでください、ディシア。あなただっていつでもここの一員になっていいんですよ。ありがとな。加わりたいと思った時にはきっと話すよ。後でご飯を食べに行こうぜ。それからノア、どこから出てきたんだよ。見ての通り、ここに座って推理していただけだが。ずっと姿が見えないと思ってたら急にここで考え込んでるなんておかしすぎるだろう。今までどこにいたんだよ。おい、なんで無視するんだよ。聞く前に頭を使っていなかったようだから、考える時間をやってるんだ。お前なあ、もう頭きたぞ。絶対に変なあだ名をつけてやる。ダメだ、思い浮かばない。こいつこれといった特徴がないからつけるのが難しいんだよな。君たちは最初から最後まで俺が村から離れたなどとは聞いていないだろう。ならばおのずと村で調査をしていたのがわからないか。話を戻そう。君たちはアール村を離れて調査を続けたいと思っている。そうだな。おう、ここにいてもこれ以上手がかりはなさそうだし、外に行った方がいいと思うんだ。なんでまた黙り込むんだよ。いや、君たちのもう一人の同行者に驚いたんだ。アルハイゼン、アール村に来てから何の役にも立たなかったお前が俺たちの行動を疑うのか。そうだそうだ、これが冷やかしってやつか。君たちが調査をしている間に俺も自分の仕事を終わらせていた。本当か、信じられないぜ。正直言って俺たちは一つの団体とは言えない。故に俺の行動を君たちに伝える義務はないはずだ。さらに別れて動いたおかげで君たちが見逃した重要な手がかりを俺が発見できるという利点もあった。え、村に手がかりがあったのか。そうだ。どんな内容なんだ。これからある人に会わせに行く。だがその前に相手の立場について理解してもらう必要がある。立場？アール村の人々は俺たちが今やっていることをどのように感じていると思う。言葉を変えよう。君たちが調査で得た情報は果たして全て真実だったのだろうか。それってオイラたちを騙してる人がいるってことか。隠蔽イコール欺瞞というわけではない。ここの人々にもそれぞれ自分の立場があるんだ。キャンディスの言っていた通り、アール村の人々はスメールが誰によって掌握されるかなど気にしてはいない。スカーレットキングだろうが宗神だろうが彼らにとって何ら重要ではない。皆自らの災難の中に生きているんだ。
だから彼らは全ての情報をさらけ出すようなことはしない。これこそ君たちが村に手がかりがないと思ってしまった要因だろう。気づいてくれたようで何よりだ。君と話をした者の中に情報を意図的に隠した者がいる。実際彼女は終始君たち外部の者の一挙一動に注意を向けていた。なぜなら安定した暮らしを送りたい者にとって外的要素は変数となりうるからだ。わあ、なんて迫力のある目力。あなた、とっても喧嘩が強い系の人でしょ。話をそらすな。彼女はセノの身分と武力に恐れを抱いているように見えた。そうだったね。グラマー、いや、驚愕者か。わざと言い換えたのは、村にスカーレットキングの忠実な支持者がいることを知っているからだ。グラマパラに親しげな言い方をすれば、過激派のターゲットにされやすくなる恐れがある。最後にあの人たちを見たのは5日くらい前だったかも。私寝るのが早くて、夜のことはほとんど知らないんだよね。覚えているか？自分が夜の状況を知らないことを、彼女はわざわざ強調しただろう。でも、あの人たちのことは結構好きだよ。精神状態はちょっと変かもしれないけど、前に助けてくれたことがあるから。あの人たちがいなかったら私の家も崩れてたかもしれない。これについてはすでに村長に確認を取っているんだが、彼女の言ったグラマパラがアール村を守った件は深夜に発生したものだ。つまり彼女は当時眠ってなんかいなかった。でも、どうして嘘なんかつく必要があるんだ？外部から来た者と関われば、何かしら狙われる可能性が出てきてしまう。なぜそこまで気にするかについては、本人に直接聞いた方が早いだろう。待て。俺は行かない。今の話からすると、彼女は俺を恐れているようだ。だから、お前に任せた。おう！任せとけ。シャニさん、前に言っていた通り助っ人を連れてきた。アルハイゼンさん、あなたの立場はもう分かったよ。でもそちらのお友達さんは本当にあなたと同じ立場なの？どういう意味だ？オイラたち立場を表明しなくちゃいけないのか？直接聞けば答えが返ってくるはずだ。さあ、彼女の信頼を勝ち取ってくれ。そんなに簡単に行くもんかよ。ねえ、旅人さんって呼んでもいい？旅人さん、こんにちは。一つ質問してもいいかな？あなたは、スカーレットキングの復活がスメールに転機をもたらすと思う？どうして？あなたの意見はキャンディスさんとすごく似てるね。あなたたちが友達だってのは知ってるよ。だからこそ警戒はしても話をするのには同意したの。昔だったらこんな質問は怖くてとてもできなかったと思うよ。旅人さん、あなたはスメールでの私たちの生活が良くなると思う？そうだな。オイラたちは他の国から来たし、あんまり信じられないのも無理ないと思う。それどころか、どこの国の住民とも言えないしな。でも、オイラたちはいろんな場所でいろんな人にたくさん会って、守ろうと決めた者のために戦ってきたんだ。スメールにだって、オイラたちの友達はいるんだぜ。それに、オイラたちにはやりたいこともあるし、探したい人もいる。だからオイラとこいつはここに留まってるんだ。はあ、私あなたたちの話を信じようと思う。ごめんね、尋問みたいな言い方しちゃって。正直
あなたたちが私のところに情報を聞きに来るとは思わなかったから、びっくりしちゃったの。アルハイゼンも、お前に事情があるって言ってたし、オイラたちもわかってる。だから謝る必要なんかないぞ。本当のことを言うと、私、実は、砂漠の民とそうじゃない人とのハーフなの。もしかしたら、スメールじゃ一番歓迎されない部類の人間かもね。送信を信じる人もいれば、スカーレットキングを信じる人もいる。でも私は、そのどちらでもない。だから、両方の人々にとって、私は余計な存在なんだ。そういえば、過激派の奴ら、裏切り者が嫌いだって言ってたよな。もしかして、ハーフも裏切り者に見なされちゃうのか？そうだよ。血統と信仰は、時にとても窮屈な概念になる。私が何を言おうと、どんな態度を示そうと、別の意図があるみたいに思われちゃうの。それが積み重なって、やがて私は何も言わないようになった。聞こえないふりして、見ないふりして、ただ静かに暮らしていけばいいって。でもその後、不幸な出来事が起こった。こんな私を助けてくれたグラマパラが謎の失踪を遂げたのに、私、このことを誰にも言えなかった。今日までは。彼女たちになら、告げても構わないだろう。この二人なら、秘密を守ってくれるはずだ。わかった。じゃあ、アルハイゼンさんに伝えたこと、あなたたちにも言うね。実は、私の耳は普通の人よりも良くて、時々夜に変な鳴き声を聞いたりするんだ。うえぇ！お化けか？それもあるかも。私にもよくわからないけど、あれは確かに鳴き声だった。すごく遠くから聞こえて、でも強い感情を感じたの。前は鳴き声がすごくて頻度も多かったけど、あなたたちが村に来てからは声が小さくなって回数も減ったんだ。集中してやっとかすかに聞こえるくらいになったの。それについては村の宿直にも確認した。彼らの中にも耳がいい者がいて、そのような声を聞いたことがあるらしい。だがここは砂漠だ。幽霊というより、彼は獣の咆哮する声だと考えていたようだな。この近くで思い当たる場所はないけど、実は村からそう遠くない場所に病院があるの。あそこではマリン病の治療を行っていたようだ。すでに敗因となって何年か経っている。おう、今すぐ出発だ。ここか。完全に廃れてるし、ボロボロだ。ほとんど砂しかないぞ。誰もいない病院、失踪者を隠すには最適だな。あ、魔物だ、気をつけろ。ダメ。痛がっていない。糸よ、交錯せよ。そうや、言いつけるで。はい、隠居やで。スケダチ参上、炎の盾、安全距離、終わりで接収、捕まえた、かかれ、花火に行き。はぁ、あ、思ったより平気だったな。めちゃくちゃ強い盗賊とか、家よりもでっかい敵が空から降ってくるみたいな。ひひひ。あいつ、真面目だな。うん。オイラたちも負けちゃいられないぜ。これか。
入って確かめよう。おーい、アルハイゼン、ここには何もなかったぞ。本当に何かあるのか？急ぐ必要はない。シャニは夜に鳴き声を聞いたと言っていた。もう少し待とう。それまで少しばかり休む。こいつ当たり前のように座り込んだぞ。本まで開き始めた。何読んでるんだ？オイラにも見せてくれよ。いいだろう。あるべき場所と強制運動に相対する自然運動。それぞれ向かう位置はすべて自然な傾向。どうしてそうぎこちなく読む？オイラ諦めたぜ。ゆっくり読んでくれ。じゃあな。あいつって本当に余裕なんだな。こんなところであんな難しい本を読み始めるなんて。オイラが学んでお前に何の得があるんだよ。いつからお前は勉強を頑なに進めるひどい大人になったんだ。なんでそうなるんだよ。お前がオイラを養ってくれよ。あ、確かに。そうだな。じゃあ、ありがとな。ずっと頑張って働いて、お金を稼いで、オイラを養ってきてくれた。お前がいなけりゃ、オイラはまだ漂流してたかもな。本当にありがとう。おいら寝ちゃいそうだぞ。何の音だ？来たか。あちらの方向からだ。音の出どころはここなのか？でも何もないみたいだぞ。下だ。でも下には行けないぞ。どうやら仕掛けがあるようだな。やはり建物に隠された構造があった。うわぁ、病院の下にもう一個病院が隠されてたみたいだな。まだ他にも解いてない仕掛けがあるみたいだから、引き続き調べようぜ。見ろ、あっちに人がいるぞ。そうだな、ゆっくり行こうぜ。驚かさないように。君は？全く喋れないみたいだぞ。目つきも定まってない。でも、まだおじいちゃんっていう歳じゃなさそうだよな。あたりにはこいつしかいないのか？まさか、こんなところで会えるとはな。知ってるのか？この人の名はラザック。俺の教令院での先輩だよ。こいつも学者だったのか。森でおかしな修行をする人たちと同じなのか？いや、そこが問題なんだ。
ラザックは他の学者とは違い、一度も森で修行なんかしたことがないはずだ。ましてや、サティアワダライフに達したこともない。原因はともかく、こいつが一人でここに現れたということは、俺たちは一歩遅かったということだ。相手はすでに人員を撤退させたらしい。ラザックについては、おそらく何らかの理由でここに残されたか、あるいは単純に間に合わなかったのだろう。地面に引きずった痕跡があるな。門に近い場所ほど溝が深くなっている。つまり、誰かが重い荷物の乗った荷車を力ずくで引っ張ったということだ。もしかして、乗ってたのって、人か？その可能性は否定できない。追いつかれることを恐れ、急いで離れたのか。ラザックが置き去りにされていることにも気づかなかったのかもしれない。完全に噛み合った。彼そのものが証拠と言えるだろう。あ、それってどういう意味だ？以前、オルモス港で見たことを思い出すといい。この状態になった人間を、どこかで見たと思わないか。そう言われてみると、反応が全く同じだぞ。そうだ。強霊院こそ、すべての黒幕。奴らの行動ロジックを推測するのも、難しくはない。当初、強霊院はスカーレットキング復活の偽情報を流し、グラマパラ、つまり、アール村に追放された驚愕者が、鍵を握る存在であることを強調した。このことは各地の過激派への刺激となった。そのうちアール村にいた者たちは直ちに行動を開始し、密かに驚愕者たちの身柄を強霊院に渡す手助けをした。奴らがこのデマを流した理由、その一つはできる限り多くの過激派を動員するため。そしてもう一つは、この件のリスクをすべてスカーレットキングの信徒に負わせるため。スカーレットキングが没してから多くの年月が経った今、砂漠の民はいい暮らしができていない。彼らの感情は、まるで砂漠にある火薬箱のようで、起爆させるのは非常にたやすい。そして、これらの感情的な人々を利用することは、暴れ馬を野に放つことと同じ。これほど簡単なやり方はない。たとえ事故が起きても、罪に問われるのは、スカーレットキングの信徒のみ。表面上はただの信仰問題が引き起こした問題であり、裏を覗き見ようとしたところで、民族間のいさかいだとしか思えないだろう。誰も強霊院がやったなどとは思わない。とてもシンプルな方法ではあるが、なるほど、確かに。現在のスメールでは非常に効率的だ。そうだったのか。納得だ。それなら村長の推理とも合うぞ。でも、もう一つ大きな疑問があるんだ。学者たちをアール村に送り込んだのって、強霊院なんだろ？なんで今更連れ戻すんだ？この過程において、変化しているものがある。学者の身分だ。最初は学者、次に強者、さらには追放者となり、最後は失踪者となる。追放された驚愕者は人間であることに変わりないが、失踪者となると難しい話になる。特定の人物を見つけられない場合、その人の身に何が起こったのかを判断することもできない。言い換えれば、失踪者は理想的な資源になりうるんだ。資源？あいつらに何か使い道があるのか？一つの可能性として、失踪者の頭脳は缶詰知識の抽出に使われるのかもしれない。え？あれって人の脳みそから抽出したものだったのか？
スメール教令員の技術なら可能だ。もしかすると、これが原因で彼らは苦痛を感じ、夜中に誰もいない場所で泣いていたのかもしれないな。人の脳みそ、考えたくない。すごく怖いぞ。俺はこれでも教令員の書記官だ。そういった研究プロジェクトにも立ち会ったことがある。とにかくラザックの症状は神の缶詰知識を抽出する過程で何らかのエラーが起こった結果のものかもしれない。または彼自身が好奇心に駆られてあれらの知識を使ったかだ。オイラ分からなくなってきた。どんな奴の脳みそでもいいのか。その表情からして思いついたようだな。いかにも一部の学者にとって神の知識に触れることは生涯の目標だ。缶詰知識の抽出はその過激な手段の一つに過ぎない。俺が知りたいのは神に関する知識が一体何をもたらすのかだ。教令員がいかなる代償を払ってでも追い求めようとしている禁忌とも呼べるそれは最終的に何に使われる。俺も神の缶詰知識の内容分析にはかなりの労力を費やしたが大きな収穫は得られなかった。どうやら俺は奴らと思考がだいぶ違っているらしい。アルハイゼン、お前はその禁忌を手に入れたいとは思わないのか。学者なら誰でも知識の限界を追求しようとするのは当然のこと。しかしあいにく俺は元から神には興味がないんだ。熱狂的な態度を示すことはどうしたってできない。人を命なき者のように扱い知識を搾取する。これが奴らの言う学術の進展なら教令員はいっそのこと閉鎖した方がマシだろうな。お前はこのことにすごく反対してるみたいだな。当然だ。これは俺の規則に対する認知に反している。学術、知識、その全てには境界線がある。これを超えると全てを動かす規則や秩序は破壊されてしまう。これは本にある誤字と同じで正さなければならないことだ。待てよ、お前はあの人たちがかわいそうだから助けるんじゃないのか。悪いがそれほど俺は暇じゃない。かわいそうな人間ならスメールには5万といる。ましてやテイワット規模で考えればそれはさらに増え、とてつもない数になる。その全てを助けるつもりか。それは無理だな。オイラにもわからない。そう思ってくれていい。簡潔に言えば俺は力や英雄主義を盲信していない。ただしたいことをするだけだ。神の缶詰知識は確かに俺が徹底的に調べたい問題だ。だからといって見ず知らずの者の利益のために行動するつもりもない。さっきから言いたかったんだけど、教令員にいっぱいいる悪い奴らとお前は違うぞ。お前は教令員の変人だ。そうかもしれないな。だが人と違っているというこの感覚は嫌いじゃない。特別であることもある種の財産だと思わないか。なんだかすごく前向きなんだな。ちょっと感心したぞ。シャニもお前みたいだったらあんなにビクビク生きなくて済んだかもな。ただ俺の気質が彼女よりも優れていただけだ。お前が気にする必要はない。ここに残せばそれこそ行く先は死のみだ。連れて行こう。まずはアール村に戻り次の計画を立てるんだ。
お疲れ様です。お水をどうぞ。状況は？あら？この方は？残念だが、こいつはイザークの祖父には若すぎるな。だが、俺たちが探していた対象の一人だ。つまり、あの放棄されたマリン病の病院は、かつて教令院が神の缶詰知識抽出のために使っていた拠点だったということか。大体そういうことだな。この計画は、俺たちがアール村へ来る前にすでにあったものだろう。何せ、神の缶詰知識は最近初めて流行し始めたわけじゃない。それなのに、俺たちがアール村に近づいた途端、奴らはまるで俺たちの接近を知っていたかのように撤退した。なぜだ？確かに。なんでだろうな。こういう状況の時は、だいたいあれがいるものです。内通者。我々の中の誰かが相手と連絡を取っていた可能性があります。え？オイラたちの関係って、そんな上辺だけのものだったのかよ。どうやら、君たちはまだ問題に気づかないらしい。セノ、彼らが俺たちの行動を予測できたのは、君がいたからだ。おい、それってどういう意味だ？発言には気をつけろ。さもなければ、容赦しない。合理的な推測に過ぎない。俺にはその理由がある。つまり、セノさんが内通者であると、面白いですね。私はあなたが一番怪しいと思っていましたよ。何せいつも単独行動をされていましたから。その見方も一理あるが、さっき病院から戻る途中、あることを思い出したんだ。それはセノが俺たちと違うという点だ。何が言いたいんだ？君は自分が何者か忘れたのか、大マハマトラ。君は教令院のマハマトラで、いつも多くの情報を握っていた。誰が何をしたか、どんな汚点があるのか、そういうことを知ってこそ、君は相手に手出しができた。言い換えれば、教令院はずっと君に特殊な情報ルートを提供していたんだろう。奴らのこれまでのやり方から見て、君を警戒しないとでも思うか？凶悪な狼を飼うときは、おのずと噛まれない方法も掌握するものだ。教令員は、俺の行動を監視していたのか？それほど簡単な話じゃない。教令員は、スメールのすべてを監視している。だが、とりわけ君に対しては、特殊な手段があるのだろう。一定の期間ごとに、人々は、ジュニアーナ・ガルバの日を迎える。この日、教令員は缶詰知識を通して、アーカー社に情報を入力するんだ。ある時、俺は捜査隊で分厚いノートを見つけた。その内容は、大マハマトラ・セノの行動報告から、処刑の癖まで。他にも様々なことが記録されていた。つまり、教令員は、俺の情報をアーカー社に入れていたのか。だが、そんなことをして何の意味がある？俺の行動など、アーカー社に入れておくほど重要なものじゃないはずだ。アーカー社は演算ができる。アーカー社の演算能力をもってすれば、入力されたデータをもとに、君の行動を完全に予測できる。いつ出発し、どのルートでどこへ行くか、一目瞭然だろう。俺の行動が、予測されていた。教令員はとっくの昔から君を警戒していたんだよ。まあ、君が教令員を辞職したところを見ると、奴らの判断もあながち間違いではなかったと言える。そうだったのですね。まっすぐに規則を貫くセノさんは、彼らにとっては、かえって目の上のタンコブだったということですか。彼らには、
強固な意志も忠実な信仰心も無用なのでしょう。臨機応変にただ利益を追い求める、これこそがあれら学者の本当の顔なのです。瀬野さん、あまりお気になさらず、これは逆にあなたが信頼に値する仲間であることの証明になりました。俺のせいで奴らは事前に撤退準備ができた。そんなに自分を責めるなよ。こんなことがわかる奴なんていないって。いや、わかった。こうなれば奴らの向かった場所にも想像がつく。お、立ち直りが早いじゃないか。安全地帯は常に危険と危険の間に隠されているものだ。そうか、オイラも分かったぞ。あいつらがセノを避けたいんなら一番安全な場所はだな。奴らからすれば俺の行動ルートとは逆の方向に逃げればいいだけだ。すぐに出よう。俺もまだ調査しなければならないことがある。みんな一緒に行こうぜ。あいつらを追うんだ。待って、俺も行く。イザーク、あなたも行くの？くれぐれも気をつけて。おじいちゃんを探し出すんだ。大丈夫、みんなに迷惑をかけないように頑張るから。皆さん、どうかイザークのことをよろしくお願いいたします。よし、じゃあ行こうぜ。もちろん食料も持っていくぞ。でもなんか一人足りないような。ん？ここで良い知らせを待っています。今からどこに向かえばいいんだ？ああ、村を離れてからは砂漠を通り抜けて先へ進んでいた。あのさ、俺砂漠には詳しいんだ。お前はここの住民だもんな。よく遊びに来てたのか？うん、前におじいちゃんが砂漠で迷子になった時も俺が連れて帰ったんだ。ここに何かある。これは埋もれている。どうやら体力仕事をする必要がありそうだ。ずっとここまで走ってきたのも体力仕事だと思うんだけど。なあ、ごめん。それで掘り返すのか？結構深いところに埋まってるみたいだぞ。コロハ片は強霊院が開発した装置で、本来は頭につけるものだ。グラマパラは一人ではない。彼らを移送していた一行はここを通った。そして壊れた装置があたりに散らばっている。分かれて捜索しよう。ここにはまだ何かあるはずだ。これか？なんだか不気味だな。これこそ神の缶詰知識の抽出に使う装置だ。装置が砂の中に。普通じゃないな。おそらく襲撃にあったんだろう。おじいちゃん、どうか無事で。心配するな、おじいちゃんはきっと無事だ。廃病院に残っていたラザックが脱水症状や栄養失調になっている様子はなかった。つまり奴らが撤退してからさほど時間が経っていない。まだ追いつけるはずだ。それからこの襲撃は砂嵐の前に起きたのだと思う。その証拠に装置が完全に砂に埋もれている。引き続き追うぞ。まだそう遠くへは行ってないはずだ。でも砂漠で走るのって結構
構疲れるよな。パイモンは空を飛んでるでしょ。それなのに疲れるの？もちろん疲れるぞ。あっちの方から誰かが言い争ってる声が聞こえる。おお、耳がいいんだな。これ以上近づくな、気づかれる。リシアとエルマイト旅団か。面白い。何を話しているのか聞いておこう。もっと早くに教えてくれたら、私たちだって。お前は仲間だ。俺たちは決して欺きはしない。学者、私の方が詳しい。私に。分かってるさ、バディ。どうして？ティシアお姉ちゃん、ティシアお姉ちゃん。おいバカ、何やってるんだよ。ん？おじいちゃんを連れ戻してくれるって言ってたじゃないか。なのに、なんでこいつらとグルになってるんだよ。来るのが早かったな。ああ、面倒になってきたな。アール村を裏切ったのか。これはこれは、かの有名なマハマトラさんじゃないか。デシア、こいつらと組より俺の仲間になった方がいいぜ。お前も見ただろう。俺にはメソッドがある。それに俺の理想は、こいつらのよりはるかに崇高でシャイニングなもんだ。私がそんな言葉で打たれるような人間じゃないって知ってるだろ、ラフマン。どういうことなんだよ、ディシア。お前は一体どっちの味方なんだ？あんたバカか？まあいい。誰の味方だろうが、スカーレットキング様を呼び覚ます異形の妨げにはならんさ。遠い古の王者がこの地にお戻りになった時こそ、全てが再びスタートするんだからな。目を覚ませ。そんなことが起きないってのは、私以上に知ってるはずだろ、ラフマン。これほど長く傭兵をやってきて、それでも統治者に肩入れしようってのか。俺は砂漠の民、スカーレットキング様の支持者だ。この両手を血に染めようが、のんきな暮らしをしようが、この信仰は俺のソウルの奥深くに刻まれてる。なあ、今からでも遅くない。あいつらを解放するんだ。あのグラマ、いや、驚愕者たちはスカーレットキングを復活させることはできないんだ。分かってないな、愛しきレディよ。信仰の追求は我々の生涯の望みだ。たとえ成功率が1万分の1しかないとしても、試さなくちゃならない。そのせいで教令員に目をつけられてもいいのか。これを理由に、あんたが今まで一生懸命築き上げてきたエルマイト旅団を潰されてもいいのかよ。いい。俺たちはずっとこの日を待ってたんだ。太陽も月も輝きを失い、大地は引き裂かれた。だが今、運命は教令員に対抗するジョーカーを俺の手に授けてくれた。あいつら学者がいれば、形勢逆転さ。俺たちは防災駅の向こうに攻め入ることができる。甘すぎる。あんたらの勢力だけで、スメール全土を掌握してる教令員に立ち向かえるわけがないだろ。私の話が信じられないなら、そこの二人に聞いてみな。あいつらも教令員と対立してるが、あんたのようにうぬぼれちゃいない。所詮ご主人様に付き従う犬っころだろ。どうして俺がマハールッカ・デバータの民どもとトークしなきゃならない。卑劣な裏切り者が。お前らの神はスカーレットキング様を裏切り、道義を売り渡した。砂漠の民が創新の民を信じることは二度とない。すごい敵意だな。会話が成り立たない。どうやら
この学者たちだけで教令院と交渉できるとでも。こいつらでは交渉材料にはならないよ。だが俺がしぶしぶ人質になってやれないこともない。教令院の捨て駒であるあいつらに対し、俺は教令院の現書記官、君たちにとっても大きな手札となるだろう。おいおい、マジかよ。ボーイ、人質交換をしたいというのか。そうだ。まだ賢明な判断ができるなら俺の話を受け入れられると思うが。何考えてるんだよ。もしあいつらがお前を殺しちゃったらどうするんだ。うん、それも運というものだろう。それに俺もこの機会に彼が手にしている学者たちに接触し、真相を突き止められるかもしれない。そんな曖昧な自信で俺を説得できるとでも。これは説得じゃない。ただこのやり方で君たち反抗勢力に加わろうとしているだけだ。原初機関が何のために教令員を裏切る。砂漠で生きる者は何も全員がスカーレットキングを信仰しているわけじゃないだろう。ならば教令員も同じだ。知識を追い求めるからといってなぜ必ず教令員に従わなければならない。さも知った風な口を聞くな。教令院にいる者は全て、いや防災壁の向こうの人間は全てこうだ。俺は言ったはずだ。送信のためのスピーチを聞くつもりはない。待て、アルハイゼン、あんたは今の言葉に責任を持てるか。俺は価値のない保証などしない。じゃあこの選択が危険なことも知ってる。そうだな。そうだ。よし、ラフマン、私の話を聞いてくれ。実はこいつらは私の友達なんだ。送信の民は信用できなくとも私のことは信じられるはずだろ。昔からの知り合いだ。お前のことはもちろん認めよう。私はこの右腕を担保にしても構わない。根性を見せろ、ラフマン。教令院と敵対する以上覚悟も決まってるはずだ。もう何も怖くないんじゃなかったのか。狩猟の獅子の腕だと面白い。だがお前が約束を破ったらどうなる。弟子や、俺たち傭兵は皆頭がいいぞ。頭の悪い奴らは長生きできんからな。確かにその通りだ。だが今は違う。私にはやらなきゃいけないことがある。私は友達のためにグラマパラを救うと約束したんだ。ふん。ならば俺の言う通りにしろ。右腕を残しお前の決心を見せるんだ。ダメだぞ。こんなの交渉じゃなくてただの意地悪じゃないか。構わない。お前までおかしくなっちゃったのかよ。命を救う方がよほど大事なことだ。この腕一本でたくさんの命が救えるならどう考えても割に合う取引だろ。ラフマン、要求に応えたからにはあんたも私を失望させるなよ。いいだろう。おい、こいつの右腕をカットして持ってこい。やめて。ディシア、どうするんだよ。早く方法を考えろって。そこまでする必要はない。それはあんたたちの決めることじゃない。やれ。ディシア、逃げろ。チストップだ。
どうした？なぜ止める？狩猟の獅子も砂漠の民だ。お前の腕をカットすることは俺自身の指を断ち切ることと同じ。同胞である我らが同士討ちをする必要はない。お前の決心はしかと見届けた。いいだろう。お前の友人を連れて明日の昼砂漠まで会いに来い。やっぱり最後にはやめてくれたか。よかったぜ。ディシオお姉ちゃん！お前、おかしいんじゃないのか？どいつもこいつも何考えてんだよ！もし本当に腕を切り落とされてたらどうするつもりだったんだ！ん？それなら左手で武器を握ればいいだろう。悪い。こんな状況だし。一踏ん張りしないとって思ってな。次はそのような保証をしなくともいい。俺ならあいつらを全員片付けられる。最悪の状況になってもお前が負けることはないだろう。あんたの言葉は信じるよ。だがセノ、これは私一人だけのことじゃない。あいつらは個人じゃなくある種の精神の代表なのさ。たとえ一人の過激派を片付けようが、他の同類が現れる。奴らを殺したって、何の解決にもならないんだ。お前のしたいようにすればいい。あのね、裏切り者だなんて疑っちゃって、ごめんね。弟子やお姉ちゃん。しかも、大声であんなことまで言っちゃって。いいんだ。あんたのおじいちゃんを助けるって約束したからには、何としてでもやり遂げるさ。これほど過激な性格だとは、学術研究に向いているな。は？本気で言ってんのか？エルマイト旅団の奴らも、俺を狂人だと言ったことがある。もしかすると、狂人こそ学術において、成功を収められるのかもしれない。なんだか、私を褒めてるように見せかけて、ただ自慢してるだけのような。ま、突っ立ってないで村に戻ろうぜ。明日の昼は、またでかい騒ぎが私たちを待ってる。揃ったみたいだな。けどイザーク、本当に一緒に来るのか？遠くから見るだけだから。ディシアお姉ちゃん、俺おじいちゃんを迎えに行きたい。わかった、一緒に行こう。待ってください。ディシア、どうした？昨日無茶な行為をしたと聞きました。今日はそういうのは一切なしです。わかりましたか？じゃないと怒りますから。はあ、わかった。俺たちよりも早く着くとはな。オイラが5分二度寝したせいかな。準備はできたか？抜かりない。だが君たちの連れている人々は予想よりも少ないな。連れてこい。あ、おじいちゃん。なんで一人だけなんだ？ラフマン、あんたは言ったことを必ず守るやつだと思ってたが、これはどういうことだ？一人と一人の交換だ。公平だろう。というより送信の民のオーダーに応えてやる時点ですでに最大限の譲歩だ。不満か？
動くな。なんてついてない日なんだ。ふん、面倒だ。今砂丘が崩れた。俺には結界が見えていた。俺たちを守っていたのはあのグラマパラだ。緑色の草元素力。お前たちが言うように、クラクサナリデビがあの学者の体内に残した力なのかもしれない。元創新か。おじいちゃん、おじいちゃん、なんでまた気を失ってるの？周りを見てみろ。ここにはもともと神殿があったのか。竜砂が崩れたおかげで地下構造があらわになったんだろう。扉の符号は全てスカーレットキング文明のものだ。この建物は歴史が古く、完全に風車に埋もれていたせいで、今のような姿になったらしい。ここは、遠い昔に沈んだ地下宮殿だったのかもしれない。ああ、スカーレットキング様の奇跡！おい、なんでこいつまでいるんだよ！それに、こいつの手下も！一緒に落ちてきたんだろう。しぶといやつだ。あいつは無事なようだが、こいつらはもうダメみたいだな。せいぜい頭に気をつけろ。俺にパックリやられないようにな。今は争ってる場合じゃない。崇高なる王が我らを聖殿へ導いてくれたのだ。まさか入ろうとなんかしてないよな。奇遇だな。俺も入ってみたいと思っていたところだ。面白いとは思わないか。クラクサナリデビの力が災害から俺たちを守った上、スカーレットキング文明の建物がここに現れたんだ。二大神が力を見せつけ合うのも、見届けないのはもったいない。お前、神には興味ないんじゃなかったのかよ。確かに興味はないが、俺にとって神とはより高い形態の別の生命体に過ぎない。動物と言ってもいいだろう。しかし、新鮮な物事は探求するに値する。それが神と関係あろうがなかろうがどうだっていい。ラフマン、あんたの手下はどうする？ここで寝かせておこう。スカーレットキング様が民に加護を与えてくださるだろう。さて、俺は聖殿に入る。ここ一帯に生命の息吹が充満している。不思議だ。廃棄されたようにしか見えなかったのに、内部にこれほどの力が溢れているなんて。そうだな。植物もたくさんあって綺麗だ。ラフマン殿。俺のことか。
他にラフマンという者がここにいるのか。継承など皮肉にしか聞こえんが。どう理解しようが勝手だが、今はあることについて考えてほしい。この建物はスカーレットキング文明のものだが、内部で流れている力は創新のものだ。俺は神の目を持ってない。何とでも言うがいいさ。何も起こることはないだろう。ただの学術的な思考の旅に過ぎない。でも確かに変だな。もし本当にそうだとしたら、原因はきっとここを全部回らないとわからないだろう。さすがはスカーレットキング様、こんな壮大な光景見たことがない。植生がこんなにも豊かだなんて、思ってたのとちょっと違ったぜ。砂漠にもこんなに植物があったのか。それもスカーレットキング様の恩師。待て、あれは何だ。花がいっぱいだ。お、真ん中に何かあるぞ。これはスカーレットキング様の記号だ。異物があるな。古代文字で書かれた長字だ。何が書かれてるんだ。ここに眠るは我らが忠誠なる祭司カサーレ。その英知はまさに奇跡、賛美と桜花に値する。古代スカーレットキング文字が読めるのか。大したことじゃない。全ての若者は卒業前に少なくとも20種類の言語を学んでいるはずだろう。こいつ冗談を言ってるんだよな。やはり何かがおかしい。原子力が濃すぎる。生命を感じる。何かを伝えているのか。これか。分析中。この骸骨には隠された情報が残っているようだ。ちょうど墓にスカーレットキング文明の装置があった。この情報をあの装置に送って投影しよう。知識の共有はお前たちの原則に背くんじゃなかったか。確かにそうだ。しかし君がここにいる以上、これらの情報は直接君に受け取ってほしい。見ればわかるさ。知識の中に文明は生まれたが、同様に知識は文明を滅ぼせる。災難は知らずのうちに降臨した。それはこの世界に属さぬ知識。スカーレットキングがこの世にもたらした禁忌の知識は疫病のように広がった。狂気なる上事が心を満たし、開国色の鱗が背中を覆った。命を奪われたかのような大地に残るは絶望的な静寂のみ。森のマハールッカ・デバータの助けがなければ取り返しがつかなかっただろう。彼女は祭司を召集し、いくつもの神殿を建て、生命の神力を注いだ。災禍は奇跡的に食い止められ、文明の小さな火はアール村に残ったが、奇跡も長くは続かない。禁忌の知識が存在する限り、それは永遠に世界の病巣となるだろう。そして最後、砂漠の孤高なる我らの王は自己犠牲を選んだ。
私は数ある神殿の一つを守ることに余生を費やしたが、その責務もついに終わりだ。両目を閉じればスカーレットキングに協力したあの高潔なる神のお姿が浮かぶ。あの時禁忌の知識を根絶するため力を使った彼女は幼子のような姿となった。不思議なことに彼女を思うと死が怖くなくなる。感じるのだ、生命の息吹が私と共に眠ってくれると。砂漠の民たちよ、恨みを抱く必要などない。この恩だけは永遠に忘れてはならない。さっきのは何だ？この骸骨の記憶だ。そんなバカな。マハールッカ・デバータ、先代宗親はスカーレット・キングと敵対関係ではなかったのか？そんなバカなことがあるか。宗親の民はみんな、あれが先代宗親なのか。最後すごく小さくなってたぞ。たとえアーカー城を信じられなくとも、スカーレットキングの技術なら信じられるはずだろう。これがスカーレットキング祭司の遺言だよ。俺はこんな話聞いたことがない。かつてスカーレットキング様の民のうち全ての生存者がアール村に集まった。俺たちの神が間違いを犯すことなどない。ましてやそんな噂俺たちは信じない。スカーレットキング様が死に、俺たちの文明が滅亡へ向かっているのは、全部マハールッカ・デバータが降臨したせいだ。俺たちにとって、マハールッカ・デバータは、災難時に追い打ちをかけた元凶とも言える存在。人と同じように、砂漠で殺し合い、争い、憎しみ合ったと。いくらなんでも視野が狭すぎる。もしも直に見ていなかったら、もしもこの目で、耳で、心で、その遺言をこれほどまで切実に感じ取っていなかったなら、こんなクレイジーなことなど決して信じなかった。一体どう向き合えばいいというんだ。俺は何年も何年も自分の恩人に剣を向けていたのか。ラフマン、もういい。もうそれ以上言わなくていい。自分を無理に笑い物にするな。なあディシア、俺と俺の旅団は一体何のために戦ってきたんだ。おい、大丈夫か？ありがとう。大丈夫だ。そろそろ行こう。ずっとここにいるわけにもいかない。戻ったらどうする気だ？お前の言いたいことはわかる。俺は自分のしでかしたことを後悔してるよ。お前たちが望むものは全て叶うだろう。だが少しタイムだ。仲間たちに今日起きた全てのことを説明したい。簡単にはいかないだろうな。ああ、だがやらねばならん。ディシア、ここが俺のベースだ。覚えておけ。私たちはいつ行けばいい？明日だ。その時までにみんながお前たちを盟友だと信じるよう説得する。お前たちの今日、いや、グラマパラはしっかりと送り返そう。他の資源も共有して構わない。
敵が賢者だと分かったようだな。ああ、神は人を見捨ててなどいなかった。業を作ったのは人自身だったのさ。もう全部分かったみたいだな。ラフマンは愚かな奴じゃない。砂漠の中で自らの勢力を立ち上げられるほどだからな。ちゃんと実力もある。惜しいことにスカーレットキングへの信仰心に影響されちまっただけさ。まあこれで私たちにも新たな助っ人ができたってわけだ。少なくとも結果的にはそう言えるな。オイラたちも行こうぜ。帰って美味しいもんでも食って一眠りして明日に備えよう。おーい、セノー、行くぞ。そう叫ばずとも行く。ラフマン、来たぜ。すべて準備 OK だ。後で専属の者に彼らをアール村へ送り届けさせる。何はともあれ、手伝ってくれてありがとな。気にするな。ま、家庭はあまり順調じゃなかったがな。今やお前たちと俺の利害は一致している。これからは、お互い仲間同士だ。犯人の居場所は？今そこへ連れて行こう。こいつらがグラマパラをさらった犯人か。書記官！いくら叫んでも誰も助けに来たりはしない。お前たちのせいでオイラたち砂漠で走り回る羽目になったんだぞ。その通りだ。タイマーマトラ、いやだ、殺してくれ。こいつらお化けを見たみたいな表情でセノを見てるぞ。俺に見つかることなどとっくに覚悟していただろう。違う、俺たちは命令に従っただけなんだ。お前にもわかるだろう。これは一個人がどうこうできる問題じゃないんだよ。いやだ、セノにだけは。獣に駆られた獣みたいに残忍に殺されちまう。獣以下かもな。どうか許してくれ。口を割らないなら構わない。俺には俺のやり方がある。それで上がこんなことをやらせた目的は何だったんだ。それは缶詰知識の抽出だ。とぼけないでくれ。何が聞きたいのか分かっているはずだ。神の缶詰知識を抽出してどうする気だった。どう言えばいいか。おい、その態度を改めないと本当にやっちゃうぞ。自分たちの首を絞めたいのか。ああ。あ、それ比喩とかじゃなくて本気なのか。どうしてそのことを。もう隠しても無駄だ。ああ、その通りだ。氷霊院では世界をも変える偉大なる計画を実施している。自らとスメールに属する新たな神を作る気なんだ。表向きは栄えているように見えるが、マハールッカ・デバータが亡くなってからスメールの学術が飛躍的な突破を遂げたことは一度もない。それに加え、近年は世界中の誇張問題が深刻化している。賢者たちもほとんど全部の方法を試したが徒労に終わった。彼らの口癖はもしマハールッカ・デバータがいたらだった。続けろ。その時あるファデュイのメンバーが現れた。教練員の者たちは彼を博士と呼んでいた。博士は神の心を一つ持ってきて教練院内の研究環境を借りたいと言った。
博士は昔スメール教令院から追放されていたから、賢者たちははじめ見向きもしなかった。だが、奴があの言葉を口にした時、全員の表情が変わったんだ。奴は、神を作る気はないかと聞いた。これが学術の果てにある、愚昧さと傲慢さだ。教令院はまず、精巧な人形をもとに、長い時間をかけて神の躯体を作った。そして、過信探査の輪廻を利用して無教を収穫し、アーカーシャの出力効率を最大化した。博士の助けのもと、最大出力形態のアーカーシャは、神の心に含まれる力の抽出に成功し、それを神のコアにした。その後、新たな神に神の知恵を授けるべきだという定義があった。そのために、大量の神の缶詰知識が必要だったというわけだ。繋がったな。しかし、どうやってそれらが本当に神の知識であると確認するつもりだったんだ。それは、推測に頼るほかなかった。教令院は何年もかけて研究したが、なぜ学者たちが発狂するのかは、未だに解明されていない。誰も、この不可思議な現象を解き明かせてないんだ。初期官なら、それが何を意味するかわかるだろう。地上において、誰もわからないのであれば、それは神にしか解けない知識。つまり、それは知恵の神が、全知全能である源だ。もうわかっているかもしれないが、教令院は神が誰であるかは気にしない。奴らはただ、神が知恵をコントロールするための権能を欲しがっているだけだ。全知全能の四文字は、奴らにとって、血をも燃やすような呪いと言えるだろう。一部の生物は、双光性という生命現象を持ち、生涯光を求めるという。そして賢者たちは、知恵の頂点に座する神であってこそ、希望を見出せる。これもある種の双光性と言えるだろう。仮に、知恵の神が存在しなければ、多くの学者は、生涯暗闇の中を探索することになる。なら、暗草なりデビは、お前らにとってどんな存在なんだ。彼女は正真正銘存在している神だろう。すでに新たな神がいるというのに、なぜ別の神を創造する。教令院は、一度も彼女を神として扱ったことはない。当時、教令院は暗草なりデビという新たな知恵の神を探し出した。賢者たちは皆、彼女がマハールッカ・デヴァータのような知恵を有することを期待したんだが、実際は、当時の彼女の知能は、そこらの子供とほとんど変わらなかった。そのせいで、賢者たちはより一層、マハールッカ・デヴァータが死したことを実感したのさ。それに、暗草なりデヴィの神の心は、アーカーシャを動かすために使われている。今の彼女には、神の力もなければ、並外れた知恵もない。やがて、人々は彼女を忘れるようになった。それが賢者たちの選択。そうだな。よし。ちょっと落ち着こうぜ。みんな気分もあんまり良くなさそうだし、場所を変えて話さないか。ラフマン、これからグラマパラとアール村に戻るから、護衛を何人かよこしてくれ。それと、この二人の学者も連れて行くぜ。ああ、わかった。戻ってきたグラマパラたちは全員家に送り届け、世話係をつけています。あの二人の学者も厳重に監視しています。皆さん、本当にお疲れ様でした。雰囲気が重いな。おい、
としてないで何か話せよ。その、何も話すことはないのか？なら、水でも飲んで、ちょっと気分を変えようぜ。それか、もう少しお菓子を持ってきましょうか。じゃあ、オイラもキャンディスと一緒に行くぜ。旅人、お前はどうしたい？おいおい、なんだか仕事の会話みたいだな。やはり、まだ何か隠していたか。自分が経験したこととはいえ、お前の口から言われるとやっぱり不思議に思うぜ。あまりの劇的な展開に息が詰まるところだったぜ。相対すべき問題は思っていたよりもはるかに多い。だが確かにいい機会だ。ラフマンたちも加入したことだし、助っ人は多いほどいいからな。そろそろ計画を決めよう。ああ、今ある全ての状況は規則をはるかに超えている。このまま事態を悪化させるわけにはいかない。皆さん、もう答えは出たのですか？賢者を倒し神を救う、それが俺たちの最終目標だ。他にも利用できる資源がないか詳しく考える必要があるな。次の会議でみんな答えを持ち寄ろうぜ。おう、きっと大丈夫だ。急ぐ必要はない。これだけの大事、すぐに準備することなど不可能だ。ゆっくりと考え、計画の合理性を保証しよう。そう言ってまた本を読み始めたぞ。おい、お前ってやつは。本を貸そうか。いらないぞ、お前の本はオイラには合わない。冗談だ。確かに俺の本はお前と不釣り合いだ。貸す気はない。なあ、もう頭きたぞ。何か私にできることがあれば必ず言ってくださいね。R 村を離れることはできませんが、あなたたちを見ているとなんだか私まで緊張してきます。昔たった一人で戦った時でさえこのような湧き立つ感情はありませんでした。これが仲間の力というものなのですね。前まで神がこんな災難に遭っているなどと考えもしなかった。仮にこの全てを変える方法があるとしたら、この国はより良くなるのだろうか。最近の仕事は厄介なもんばっかだ。それにこんなに難しい仕事なのにちっとも経済的利益を生まないなんて、はぁ、信じられないぜ、まったく。いい方向に考えろよ。もしかしたら、ことが終わったら、お金持ちになれるかもだぞ。それもそうだな。うん。もし一晩で億万長者になれたら、お前は何がしたい？美味しい食べ物をたくさん買うぜ。それだけか？美味しい飲み物も買うとか？可愛いじゃないか。なら、その美しい夢のために、私も手伝おう。私たちがこれからやることが、この世界をよくできると願ってるよ。
ょんびょんびょんびょん。